どうも、本能の小物釣り師です。本日は富山湾は氷見の周辺の砂浜まで来ました。こんな感じで穏やかな砂浜になっておりまして、この浜で、ちょい投げで、ピンギス、小さめのキシロギスを、狙っていきたいと思います。さて、釣れるでしょうか？やってみたいと思います。釣り方ですが、竿は3メートルのちょい投げ竿、道糸は PE の2号、重りについては、誘導式の天秤を使いまして、序盤は7号をつけて、終盤夕方から2号に変えています。針は、キスの、6号。餌ですが、砂利目、この辺でいうところの石ごかいを、余ったものを塩漬けにして冷凍して保存しておいたものです。すごい近い、超ちょい投げです。これだったら缶釣りのトライトロッドでやっても次回いいかもしれないですね。次回はトライトロッドを持ってきたいと思います。ゆっくりさばきます。1投目2投目とも当たりがあったので釣れるんじゃないかと思ってますが、どうでしょうか。確かに沖の方にこう海藻、黒っぽいのが見えるんで、それが多分海藻ですね。もしかしたらそれに投げるといいのかもしれないです。ちょっと今回は近すぎたかどうか、足元まで巻いていきたいと思います。ボラのような魚が跳ねます。あ、当たりますね。当たります。ちょっと待ちます。すごいゆっくりさびいています。当たりますね。当たりますが、なんか連続しないっていうんですか、単発に終わってしまう。難しいですね。一回ちょっと、乗ってますね。乗ってます、乗ってます。やっぱピンギス、あっちのトライトロッドを持って来週は来たいと思います。次回これはピンギスをたくさん釣る感じだと思います。釣れた釣れた、ピンギスですね。さて投げてみましょう。ちょっと遠投ちょい投げで、やってみたいと思います。巻きます。エイが足元にいます。赤エイですね。とわ、網を忘れましたね。赤エイがいます。撮影できるでしょうか。撮影です。逃げられました。赤エイの撮影失敗です。さてゆっくりとさびていきます。やっぱりザラザラしたものを引きずってる感じが、ザラザラした底を引きずってるような感じがします。当たりはないですね。当たりました。これは乗ってます。これは乗ってます。この場所にしましょうね。この場所に。塩ギスでしょうか。あ、2匹、しかも2匹かかってるし。よし、そしたら、飛距離は、近くで、あんまり投げると海藻がついちゃうので、ちょっと投げすぎたかもしれないです。少し、3、4、5回ぐらい、ここからさびいていきます。もしかしたら今の当たりかもしれないです。当たりか、もしかしたら海藻を引きずったか。
てゆっくりさびきます。さびきます。こうやって GoPro に手元を映して、あ、当たってます、当たってる感じがありますね。当たってますね、当たってます、当たってます、当たってます。これは入れ食いですね。しかも結構なんか重さがあるので大きいですね。ぐん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 と引きます。何でしょうか。ああ、これは、あ、メゴチ。しかもでかい。でかいメゴチです。ちょっと大きめにいっちゃいましたね。1、2、3、4、5、6、7。このぐらいで大丈夫でしょうか。もう沖は昆布なので、なるべく手前を、手前を。駆け上がりを上がっています。ゆっくりと巻きます。ゆっくりと巻きます。ゆっくりと巻きます。中途半端な距離には少ないでしょうか。昆布覚悟で投げるか、ほんの足元か、どちらかのようですね。当たりました。乗らないですね。これリアル雨ですね。あ、乗りました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 。いや、ほんとすぐ近く。よし。あー、グフーか。ラギヒーですね。ラギヒーです。ラギヒーでございます。もうちょっと来週末になるのが楽しみですね。来週末も一発目、ここに来てみたいと思います。はい、ちょいと投げます。では巻きます。巻きます。あ、当たったけど乗らない。残念ですね。今乗れば、本当か、場所によってちょっと距離が違うんですかね。当たった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 。よし、ピンイスです。あ、落ちた。当たった当たった当たった。波がパラパラと、パラ雨って感じで、あー、もうなんか週ウィークで、ウィークでもいらないやって感じですよね。ちょっとまた別の釣り方で釣りをやっていきたいというか。さあ、雨の中、そして、あー、釣れた釣れた。これで上がりキスか。上がりキス、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 キス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 というわけで、本日の釣りは終わりたいと思います。